チェッチ MCU のレトロゲーム進化。本日はですね、前回一度ご紹介した PC エンジン CD ロムロムソフトザンザ・マンホール、このゲームを紹介したいと思うんですけども、前回同様このゲームの中に入っているミニゲーム、しかもアーケード筐体で遊べるミニゲーム、前回紹介したのはこちら、ポン弁慶。今回紹介したいのはアウトドライブ、サンソフトだけにこっち浮かんじゃうよね、早速そのアウトドライブをですね、このゲームを軽く前回同様紹介しつつ、ミニゲーム、しかもアーケード筐体で遊ぶアウトドライブをプレイしに行きたいと思います。お楽しみください。はじめ。サンソフトザ・マンホール。早速プッシュラン、そうするとマンホールがあって、このマンホールをまずクリックします。そうすると大きなツタが伸びていくんですね。ヘビーで、前回は上をクリックして上に行ったんですけど、今度は下、さらに下行くと亀がいてこう言うんです。 Bienvenue, je m'appelle Monsieur Tortoise. 彼はようこそ、僕の名前はミスター・タートルだよと言っていますと、まあ親切に和訳してくれます。でさらに下に行きます。でこのゲームはいろんなとこをクリックして起こるアクションを楽しむゲームになります。でさらに下に行きます。で一番下行く前にこの丸いところをクリックします。そうすると辰の落とし子が5匹出てくるんですよ。でその落とし子をクリックするとめちゃめちゃかっこいい曲がかかるんで、聞いてみてください。まあこうやってタツノオトシゴが音と映像にて楽しませてくれる感じになっております。でさらに下に行きます。そうするとこの人手みたいなやついるじゃない、これもクリックするとアクションを起こしてくれるんです。まあちょっと地味にね、ブクブクですみたいな、ヘビー。そうすると声打ち登場。ああお前か、ゆっくりしていっていいぞ、俺は勝手に昼寝してるからな。うーんって感じで超ド渋な声で言われるんで上行きます。でちなみにこの葉っぱもアクションを起こします。まあまあ地味っすね、うん。そしてこの額縁をクリックすると額縁がアップ、さらに額縁をクリックすると絵がドン、なんか扉があるね。この絵もどっかクリックするとなんかアクションを切るんだけど、どこだか忘れてしまいました。なのでやっぱこのもう目に入るね、でかい扉をクリックするよね。そうするとこういう建物の中に入るんですよ。だからまっすぐ行くで 1,2,3 個選べんだけど、今回はここ、この洞窟みたいなとこ行くで、どん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 どこどん進んできます。でさらに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 進んでいくと、なんかちょっと船が見えるよね。じゃあ早速その船に行くと象が乗ってる。そうするとこういうこと言うの。いやーこんにちは、さあボートに乗って一緒に出かけようよ、なんて言われるから、やっぱ船に乗っかって一緒に冒険しようと思います。乗ったらまずは奥の方に進みます。でさらに奥の方、さらに奥の方で、ここはちょっと奥の方に曲がってまた奥の方、そうするとワンウェイ。じゃあここ右曲がってまた奥の方に行くと、着いたところがこんなとこ
で、ここでは、この消火器、消火器をクリックしてみましょう。すると、またかっこいい映像とともにいい曲が流れるんです。聴いてください。あ、違う、消火栓か。こういったね、なんかこうプチ物語までちょっと見せてくれるっていうスタイルなんですね。そこもすごく短編集とか出してほしいですね。で、さらに進んでいきたいと思います。まっすぐ行きます。 One way で、またさらにまっすぐ進みたいと思います。で、まだまっすぐ。そうすると何やら赤と白のやつにこう吸い込まれていくんです。着いた場所はここ。ラビット、ヘビー。あれ？僕のカップの中にこんな小さな船がいるぞ。そう、さっき吸い込まれた正体はこのストロー。だったわけです。じゃあこのコップの中をどんどん進んでいきます。そうすると、あれ、なんか見たことある景色が現れましたよね。このマンホールの世界って至るところいろんなところでつながってるわけなんですよね。そこもまた百獣楽しいとこなんですよ。で、さらに、奥に進んでいきましょう。さらにさらに行きましょう。ワンウェイ、さらにさらにまっすぐ行って、さらにまっすぐ行きましょう。するとヘビー。やれやれ、また一緒になってしまったな。嫌なの？もうさっきのセイウチさんですね。追っかけてみましょう。座ってる、寝てる。で、このセイウチじゃなくてこの扉だね。この扉をクリックしてみましょう。そうすると、何？わしの家に入りたいのかね？それならついてきな。それならついてくよ。ヘビー。そしてついてくと、なんとありました。これが今回の目的、アーケード筐体のアウトドライブ。100円4枚4回だけできるってことだね。早速気合い入れてプレイしてみたいなと思います。まず100円をプリッツ。そうするとですね、お、来た来た来た、来ましたよ。お、避けて避けて、いいねいいね、避けてくよ。お、避けて、避けてられねえ、避けてられねえ。なんだよ、まあまあ難しいやつだね。うん、あと3回、あと3回チャンスがあります。サンスねえ、プリッツむずいよね。ちょっと慎重に行きましょう、慎重にね。あ、ね、これ慎重。いや、結構ね、慎重にやってるつもりなんですよ。でもむずいね。3枚目いきますよ。あ、プリッツ、あ、むずいね、本当にね。これ曲とかあれかな、アウトライブとなんかかかってんのかな。アウトライブそこまで詳しくないからわかんないけどね。あ、これ無理でしょ、これ無理だよ。今のずるくない？次ラスト、ラストハルマゲドン。ラストいきますよ、プリッツ。うわ、これ本当に慎重にいかないとね。おー、いい、ギリギリ。
やばいやばいやばい。おお、ここは、いいね、いいね。いいね。あ、無理だろ、これ。今の完全無理でしょ。これやっぱほんとパターン読んでいかなきゃいけないのかな。まあ、だけど、やりがいあるね。うん、面白いっす。また今度やりましょう。っていう感じで。マンホールの中に入っているアウトドライブでした。ということで、ザ・マンホール内のアーケードゲーム筐体アウトドライブ。めっちゃめっちゃ難しい。パターン覚えていくんだろうね。だけど何パターンかあるからね。やり込み型なのかなと思います。そしてね、なんと、アーケード筐体、このマンホールの中にもう一台あったんですね。その名もパットマン。君はパットマンの世界で生き残れるのか。財宝をショーカーに盗まれたコッサムシティ。さあ、挑戦だ。パットマンはまた次の機会に紹介したいなと思います。というわけで、またよろしくお願いいたします。はい、じゃあね。マンホールいいよね。マンホール入りたい。マンホール!ホール!